はい。はい。どうも。こんにちは、速稼塾の久保です。はい、こんにちは、風水空間クリエイター天野千恵チェリです。よろしくお願いいたします。今日は皆さんね、特別バージョン。はい、皆さんご存知の京都から千恵さんがね、偶然今日来てくださいましたんで、私のね、自宅にお招きして。いろいろとお話をさせていただこうかと思うんですけど、よろしくお願いします。はい、お願いします。久保さんというと、ご紹介をさっとしていただけたら。はい、はい、2013年までは単なる麻雀屋の店主だったんですけども、そこからですね、インターネットというものを活用して、まあいろいろと集客ですとか、ビジネス、商品販売とかをやっていくとですね、まあインターネットの力すごいなということで、多くの方との出会いもあり、そこからね、赤字の麻雀店を手放しても十分やっていけるようにはなったんで、最近はですね、自分の楽しいこととかね、皆さんのお役に立てることの情報発信に留めさせていただいて、まあ基本的には何のセールスもせずに、のんびりとやらせていただいているところかなと思うところに、シーリさんとのやっぱりご縁がありましてね。そうですね。それからというもの、ものすごく運気いただいてね。まあ今回、出産にもたどり着いたということでございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。では、千恵さんのご紹介もお願いします。あ、私のご紹介。はい。私の YouTube ご覧の方はいつもの通りなんですが、旧建築士で、もう風水が専門で、はい、やっていて、もうそうですね、私風水歴は20年ぐらい20年なって、まあちょっとね、かの有名な先生についてやってたもので、はい、結構私の効果がバンバン出てるというので、そうなんですよね。で6月にはテレビまで、そうマイケル富岡さん、そう、ちょっと昼なんです出させていただいてね、ちょっとその辺でうわうわとそうでしたね。やっぱりこう運気がご縁を呼び、ご縁が運気を呼びということで、どんどんいいスパイラルに入ってると思いますけども、運気とご縁って本当そうですね、スパイラル。はい。確かそのね、6月のテレビの前に偶然ですけども、風水オフ会っていうのをね、私がちょっとやらせていただいた時に、まあ千恵さんの主催でしたんですけども、まあ大勢集まってくださいましたね。京都の方でやった時ね。そうですね。早速その時に実践者といいますかね、もうこんな結果出ましたみたいな方がいらっしゃってて、とってもね、励みになったっていうことがありますけど、あの方の関係はあれからももっともっと順調で。順調。なんかお子さんが結婚を、そうまあそのね、風水をそのお宅を変えたんですよ。はいはい。っていうことは気をよくして流して、はい。で長男、男のお子さんが3人いらして、あ、3人、うん、で下2人はもうすでに結婚、あ、3人目の方がもう結婚決まって家を建てるっていう状態になってて。なるほど。もともとの依頼者の方っていうのが60代くらいのお母さんでしたっけね。そう、お母さんで、3人の息子さんがいらっしゃって、長男だけが、結婚がまだでもう30半ば。はいはい。で、もうやきもきしてらした。で、同居してらした。はい。どうにかしたいって。はいはい。で、風水でガーッと書いた。うん。そしたら、あれ、いつだったかな、もう6ヶ月も経たないですかな、結婚が。あっという間に決まりました。決まりましたね。ああ、すごい。うん、息子さんの部屋もちょっと変えて。はい。うん。息子さんの人柄とかもあったんでしょうけども、やっぱりそこにちょっとね、運気を変えることによって、そのお人柄がブワーンとね、爆発したみたいな感じだったんですよね、きっと。いい方向に向くようになるんですよ。だから、彼女との出会いが、まあ、仮にあったとしての方向が、まあ、いい人なら、もっと進むんですよ、それが。でも、これは今回の、その、お二人のご縁っていうのは、その息子さんにもいい運気だったんですけども、相手のね、彼女さんにもものすごくいい運気が渡ったってことで、二人良くしたって感じですよね。そうそう、ダブルでね。だから鑑定を受けてない人まで良くなっちゃったみたいな。で、そのお母さんが、三男さんが今度結婚するんですよ。はいはいはい。で、新築をするので、またご依頼受けて、新築のプランから入らせていただいて、私は。なるほど。やっぱその辺、一級建築士さんが風水も見るっていうことでね、それは信頼は厚いと思いますよ。そしたら最初、メーカーさんが作ってたプランが、もう、ぐっと変わって。あ、全然変わって。そのままだと本当によろしくない。はい。メーカーさんに運気がいくような。そうそうそう。メーカーさんには利益がいくけれども、ね、建てた人には運気はいかない。いかないで。家だったのをもうガサッと変えちゃって、でもね、バイクが好きな息子さんだったからバイクを家の中にも入れて、バイクも鑑賞できるような家にちょっと変えたんですけど、じゃあかなり特徴的な、そうちょっといい感じにね、個性的なお宅になったということで、そうでもう寝る位置は最高の位置、ああはいはい、大事ですからね、寝る位置ね、寝る位置大事ですね、どこで寝てもいいってもんじゃないですからね、違いますね、ソファーで飲んだくれて寝てちゃダメなんですよ、そうですよ、やっぱり最高の場所、そう寝る位置があって、お亡くなりになった時はね、いいお墓の位置っていうのもあるんですよね、きっとね。インター風水ね。ああ、本当にあるんですか。本当にあるんですよ。あ、そうですか。僕もそろそろお墓を考える時期なんですよ、両親の。ちょっとまた相談に乗ってください。インター日本ではね、あんまりね、みんな重要視してない。ああ、そうなんですか。中国は結構ね。ええ、やっぱり本場。本場ですね。ああ、風水の。なんか地面の風水も。なんか取るみたいですよね。あ、取ります。あ、でも私も家見つけるとき取りますよ。あ、やっぱそうですか。取りますね。うん。やっぱりそこが人間関係とお金の動きがバッと集中しているいい場所。ああ。同じだったらいい方取った方がいいじゃないですか。その通りですよね。だからそれで点数化して、ここだったら何点ぐらいだから選ばれても OK か OK でないかっていう判定を出すんですよ。家の運気。家の運気大事ですよ。大事。そう。家の運気、場所の運気ね。ね、場所の運気、家の運気ね。それを正確に見極めて最適化するためにチエリさんがお力を貸してくださるんですけども、なんとですね、前回私のお宅に、お宅っていうか私のお宅ですよ。私の家にね、ここにね、チエリさん来てくださった時には、私はまだね、単なる二人家族、夫婦でしたよ。子供には、まあ恵まれてなかったわけなんですけども。あれからね、チエリさんがね、来ていただいて、なんか特別なことをわーっとやったわけじゃないんですよ。で、いろいろとこうお話しいただいたりとかですね。まあ、ちえりさんの運気、なんか、残留運気ですとかね。ちえりさんが帰った後に、ますます運気が向いてきてですね。まあ、おかげさまで、先週ですかね、もう出産に至ったということです。おめでとうございます。ありがとうございます。よかった。これね、今年はだから、久保先生で2件目。2件目ですよ。1件目の方は1月に、2019年1月にお邪魔して、10年間子供さんができない、不妊治療もずっとしたけどできない、できなかったと、できなかった、大変だったですね。大変なのよ。そうで、ちょっと変えて、特に寝室ね、ちょっとやって、もうね、2週間前生まれましたよ。すごいですね、2週間前。もうね、で風水で生まれた子だから風太郎君にしたら違う名前だったけど、なるほど、それは困るとか言われて、そうですね。いや、すごいですね。やっぱりこう運気を変えたりとか、そのまあお父さんもお母さんもそうですけども、まあ血流が変わるのか、それともね運気そのものが変わるのか、いろんな要素がありますけども、結局はそういった結果として、一つのね新しい生命にたどり着いたっていうのはものすごく不思議で、妊活をね、不妊治療10年やっていくと、基本的に不妊治療ってやればやるほど有利になるものではなくて、年齢の分だけ不利になるんで、10年だったら本当にすがる思いでね、いらっしゃったと思うんですよ。私もね、同じような部分がありますんで、いや、わかるなぁと。で、その後に生まれた子供ですからね、特に大事にされるんじゃないかなと思いますね。すごいことですね。もう生まれていの一番に連絡もらって、ああ、やっぱりそうですか。めちゃくちゃ嬉しかったですね。なんか生まれたことによってまた新しいね、お子さんの運気も両親に返っていくみたいなところで、まあひいてはこの地球の運気が良くなるんじゃないかと思いますね。一人の生命がその新しい運の結果生まれた子供っていうのはこの地上にもかなり影響を及ぼすのかなと、大事に育てていきたいですね。でもほら、運のいい人が増えたら結局運の連鎖ってあるんだから、ありますよね。いいんですよ。なんかお友達が運のいい人とひっつくと、自分も運が良くなるんですよ。あ、その通りですね。そうでしょ。そう思いたいですね。私も久保先生と出会ってから運は上がってるんですよ、実は。上がってるそうです。ありがとうございます。もうこちらこそでございますよ。やっぱりね、運のいい人とのこの縁を潤滑にするっていうことがすごく大切。はい、確かにね。で、風水で環境は見るんですけどね、その中でやっぱり人間関係ってすごく見てる。はいはい、でその人間関係が滞ってたら、そこを流して人間関係が潤滑になるように変えちゃうんですよ。ってなると付き合う人が変わるわけ、で風水のその調整をねした後にやっぱ言われるのが、今までいた人がなんていう、去っていっちゃったっていうの、疎遠になっちゃった、あ、ちょっとそれに合わない人とか運気悪い人がね、ちょっとなと思ってた人が最近も全然うまくいかなくなって、まあ言ったら交流関係が変わった、いらっしゃるんですよ。いるかもしれないですね。いらっしゃるんですよ。やっぱりなんて言いますかね、人と人って、その、単体での運気が良くても、組み合わせによって悪くなるってこともあるのかなと思いますから、もしかしたら、この人運気自分に対しては悪いけど、他に行ったらこの人も良くなる、自分も良くなるってことが起きて、良くなるのかなって気もするんですけどね。やっぱりこう、組み合わせの運気っていうのも結構あるもんなんですか？ありますね。あるけど、その人の持ってる波動があるんです。お、波動ね。はい。波動レベルがあって、ここに似たような人がひっつく。はい。だから、家の、例えば環境を良くしたりとか、風水で、変えるでしょ、家の波動が高くなるんですよ。ってなると住んでる人も必然的に寝る場所も変わるし、やること変わってくるから波動上がるんですよ。ってなると今までの交流関係がここだったんがこっちのレベルの人は今度寄ってくるんですよ。これが起こるんですよ。だから交流が変わったりするのはそこなんですよね。波動が変わる。じゃあ運気の良さそうな家にはなるべく行った方がいいですね。こんにちはとか言って。で運気のいい家には人が来る。あ、来る。来る。あ、なるほどね。行きたいって言われる。行ってみたいって言われる。そういうとこがウェルカムしてあげるんですよ。なるほどね。だから運気がまた。で、そこに運のいい人が来てもらうと倍増。ああ、そうですね。やっぱね、運の要素って信じない方もいると思うんですけども、そうは言っても運の存在をね。認めないわけにいかないことって結構ね、そういう方でもあると思うんですよね。まさに人間が、生命が生まれるってむちゃくちゃ運気があると思って、誰と出会うかっていうのもすごく大きいですし、で、会った人が自分のことをね、やっぱりこう愛してくれるかとか、そういう時でくれるかっていうところもあったり。ありますよね。それがご縁ですもんね。ご縁ですね。ひょっとしたらね、最初にこうやったデートが、むちゃくちゃ運が悪いデートだったらお別れしたかもしれない。かもしれないですもんね。それがね、ちゃんと一生お約束するご縁にね、なるというのは素晴らしいですよね。例えばね、千々先生ね、人工的に運を良くしようと思ったら、その専門家ではなくてもね、普通の人でも、これをやったら運が良くなるんだけどなーってものが、なんかあるのかなと思うんですけど、例えば私の場合はね、誰も見てなくても赤信号でもうね、歩いてる時ですよ。短い横断歩道でも止まろうかなみたいな、そんな善意を出しちゃうんですよ。これ運気が良くなるんじゃないかなとかね。だから、陰徳を積むじゃないですけども、誰も見てないところで、ちょっとこう、野良犬優しくするとか、ご飯あげるとかね、わかんないですよ。わかんない。そういうことを、なんかこう、貧しい知恵で考えるんですけども、なんか個人的に運を良くしようと思ったら、どんなことができると思う？例えば、今日、これからね、私が運良くしようかなと思うんだったら、なんか、重箱の隅でも掃除すればいいのかなとか、思っちゃうんですけど、なんかありますかね？大きいの2つある。大きいの2つある。皆さん、ここから大事ですよ。聞いてくださいよ。で、まずね、先ほど言われたね、陰徳。陰徳、はい。もうこれは、もう一人なんか言わなくたって、全然いいわけですよね。何か優しいことを一つ。まあ、電車で席譲るってもいいじゃないですか。ね、ワンちゃんかわいそうだったら、ちょっと、ね、餌あげる。でもいいじゃないですか。陰徳ですよ、これは。で、これはもう神様だけが見てる、宇宙だけが見ている徳分だから、これは徳分貯金に、あるんですね。ある。通帳が満杯になったらもう嬉しいですから、これはね、陰徳だから隠れた陰の方だから、隠れて見えないところの徳分の貯金なんですよね。だから例えばユニセフにちょっとずつお金入れるのも、あれも陰徳って言われるんですよ。ああいう陰徳もあるんですね。あれも陰徳もある。ボランティアも陰徳の一つ。で陰徳っていうのが一つ。徳分の貯金。ともう一つは言葉。言葉。これはむちゃくちゃ作用しますよ。ああ、なんかそんな気がしますね。と思う。で、ちょっとね、運気悪いなっていう人の言葉はね、耳傾けてくださいよ。運気悪い人の言葉、どんなこと言うんでしょうか。どんなこと言ってると思います？どんなこと言ってますか？やっぱりこうなっちゃった。ああ、なんか結果が出たと。そう、ああ、やっぱこうなっちゃったみたいな。僕ってダメなんだ、私でも。ああ、なんかね、聞かないでもないし、使ったことがあるような気がしますね、これはね。ついつい使うかもしれない。でも、自分で認めてるんでしょ、それは。運悪いよってことを。認めたら本当になるんですよ、物事って。絶対、だって自分に毎日言い聞かせてるんですよ、自分でですよ。っていうのは、自分の言葉で走ってまた聞くんだから2回ですよ、これ。ああ、よくないですね。もうそんなんだったらいい言葉言って2回いいこと聞く方がいいじゃないですか。その通りですね。それは間違いだ。いいことが起こったに違いない。だから、車すっちゃったって、あれ、大事故じゃなかったんだからいいやって。ね。いいんですよ、それで。そうですね、そのおおらかな気持ちも大事ですね。そう、大事。まあ詐欺レーターっていいよ、その倍稼いでやる。そう、あ、いいですね、これすごく大事ですね。で、いいんですよ、もう終わったことなんだから。で、絶対過去でしがみつくんですよ、そういう人。ありますね。いまだに小学校でいじめられたこととかね、それは悲惨なことなんですけども、40、50なんてもういいじゃないかみたいな。まだ言ってる人いますよね。俺は小学この時いじめられたからな、だから今もこうなんだって、それは自分に言ってるわけなんです。そうなんです、ちょっと残念な思考ですね。思考がそっち行っちゃってるからね。っていうことは、もう宇宙の采配は思ったようにしてくれるから。あ、僕もそう思うんですよ。そうでしょ、思った通りに結果が出るっていつも思ってます。そう、絶対出るんだから、もう自分ほどラッキーな人はいないんだと思ったらそうなるんですよ。小学校の時いじめられた、今もそうなんだっていうことは、やっぱりいじめられる環境っていうか、良くない環境を自分が引き込んでる。ああ、今でも社会にいじめられてるって感じちゃうんですね。感じちゃう。っていうことは不利な立場を自分で作ってることになるんですよね。そうですね。現実確かにそういう面がないとは言わないけど、それを自分が受け入れてね、そうなんだと思うと、もっともっと自分が悲惨な目に遭うことを肯定してしまうから、いいこと全くないし、第一暗い気持ちになりますよね。なっちゃうね。だから人生一番いい時を思い出しながら、そして未来における一番いい時を想像しながら生きていった方が得だとは思うんですよ。そうね、もうね、もう端的に言っちゃうけれども、風水をするでしょ、鑑定をするでしょ、家変える、事務所変える、まあお店も変えるってやって、効果の早い人はみんな効果出るんですよ。みんなで出る、もちろん出るんですよ、何らかの形で出るんだけど、より効果の高い人ってどんな人かってわかります？そうですね、僕が想像するに、例えば風水のね、鑑定を受けるご縁があった時に、どんな小さなことでも、これのおかげなんだって言ったら、本当にもっともっといいことが起きるような気がするんですよ。でもね、なんかせっかくいいこと起きたのに、いや、これは偶然だろ、たまたまだろ、この悪いところはどうなってるんだってケチをつける人ってのは絶対うまくいかないと思うんですけど、どうでしょうか。もうズバリでございます。でね、やっぱね、前向きでね、もう変わるんで、自分変わるに違いないんだと思ってる人は変わるんですよ。はい、変わるに違いないって、やっぱり宇宙にオーダーしちゃってるんですよ。ああ、そうですね、変わるんだからいいよっていう感じ、もう手放しちゃってるんですよね、その辺でね、執着もないし、変わるんだしって言って、だからその辺で執着もないから、その通りにグッと変わるんですよ。変わりやすい。もうそして変わったと思った方がいいでしょうね、きっと。そう、あ、もう変わったって思ったらいいんですよ。何も変わらないじゃんと思うと、それが現実化しちゃうんで、本当に変わらないんですよね。で、まあ気を変えてるからある程度変わるんだけれども、それを敏感にも察するっていうことが大切なんですよ。なんでかっていうと、察して、あ、なんか違う、良くなってるよってなると、良くなってるよが要するに波動として起こるから、よしよしって感じでより良くなって、良くなりますよね。速度が速いんですよ、これは。倍増かな。いや、それはね、本当にそう思いますね。で、私見てたらもう本当にね、ちょっと起きたいいことをこのぐらい表現して、このぐらい受け取った方がいいのに、なんかこのぐらいちょっと起きた悪いことをこのぐらいにね、感じちゃうんですよね。損ですよね。で、日本人として謙虚ってすごく素敵ですね。だけど一つ悪い面は、謙虚をなんていうの、悪い方に持っていくって言ったらいいの、だからちょっとしたことが、あ、もうしょうがないよね、悪いよね、やっぱりとか、やっぱりこう自分をこう下目に見て、そうですね、もったいない。このね、謙虚が行き過ぎて卑屈になるんですよね。これはもったいないですよね。謙虚は美しいんですけども、どうすぎるとね、害になりますから。アメリカ人とか見てください、どんだけドアつかましくて、すごいですよ、そら。俺の言った通りだろうとは言いますよね。そうですね。おおらかさはやっぱり学ぶところがありますね。学ぶべきところね。あのぐらいね、自分のおかげでこうなったって言い放てるところは、あの大胆さはすごく素敵なところでもあります。バーンと言いますもんね、その人ね。ほらーとか言ってる。でもね、程よいところでね、調整した方がいいかなと我々もね。そう思うんだけどね、行き過ぎたらダメだけど。でもやっぱりあの前向きさっていうのは、やっぱ大陸の考えですよね。あ、そうですね、島国ではない大陸ならではの生まれ持った考え方。僕もね、やっぱ学ぶ点が多いなと思うのは、多いですよね。久しぶりに再会すると、向こうの方から 20m 向こうからこうやって迎えてくれてね、走ってくる勢いで「おい、久しぶりだ」みたいなオーバーアクションでね、そしたらこっちも嬉しいですからね。嬉しい嬉しい。日本人で「あ、どう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 」初対面かみたいになっちゃうんですよね。そうそう。で、だけどやっぱり喜んでくれてるんだ、相手が。そう思うとこっちも嬉しくなるから、やっぱり喜びが倍増。そうですね。ね、喜びが倍増。やっぱね、日本人の美徳としてつつましさとかもあるんでしょうけどもね、やっぱそれもどうすぎると伝わりにくくなっちゃうんで、この辺の調整もちょっと難しいですけども、やっぱり自分の運気を相手にあげるんだって気持ちでぶつけるんだって感じでね、いけるといいですね。そうねだからもうエネルギーを人にもう溢れるぐらいでね、はい、あげるっていうぐらいまでやっぱ持っていかなきゃ。はい、どんどんあげましょう。もうね、あげてまたもらってください。そうなんです。昔の悪い思い出を語るとね、その悪いエネルギーあげちゃうんで、前の前の人もね、かわいそうにと思ってこの人と会うのやめようとかなっちゃいますよ。でね、もうちょっとね、そうなの。例えばね、悪い方位に旅行したから、私いまだに悪いのって言う人いるんですよ。ああ、いそう、いそうですね。はい。先生、私悪いですよ。何がって言ったら、悪い方位に旅行したから。はい。いまだに悪いことが起こってるのって言います、うん、何が起こってるのってこっちは思うわけ、うん、はい、でもそれは怒ってるって自分が決めてるんですよ。そうですね、勝手に、うんうん、いいことだっていっぱいあるんですよ。ありますよね、うん、だけど悪いことって決めちゃってる、うん、っていうことは悪いことはまだ来るんですよ、うん、よしよし来てやろうになるから。そうなりますよね、やっぱりね。そんなん考えない、うん、いいことしか見ない見ないだからね、皆さん悪いことが起きてね、千恵里先生に相談するときは、今までは最悪な人生だったけども、でも千恵里さんに会えたありがとうみたいにね、考えた方がいいんですよ。変わるよってだって変わるから、うん、そうです。だからね、素晴らしいことですね、その辺がね。まあだからね、心がけすごく大事なんで、やっぱり心がけのいい、僕もね、父親になり母親にもなってほしいし、そうすると新しく生まれてくれるのちも心がけよく前向きにこうね、ポジティブにいけるのかなと思いますよね。そう、そういうこと。だからね、2つのポイント、2つのポイント皆さんね、重要でしたね。なるほどってコメントがちょっと見えました。ありがとうございます。見えた。ね、文字こっからじゃちょっと見えないんですけども、なるほどって4文字だったらよく見えます。ありがとうございます。星野さん、そうですね、初めてコメントが読めました。本当ですね。まあこうやってね、はい、撮らせていただいてありがとうございます。千恵里さんね、海外に最近まで行かれてて、結構ね、楽しい、旅と、あと相当な運気をね、東南アジアの方から持ってきたみたいですけども、さらにバージョンアップした千恵里さんが、京都で、普段京都ですよね、活動されてるのは。僕はこう千恵里さんにちょっとご相談したいなって方はどうすればいいんでしょうか。まあ下に多分動画のね、説明欄にあるから、 LINE アット入ってもらうなり、Facebook だったらもう「ちえり」で出てきますし、インスタグラムもやってるので、インスタグラムは「ちえり .amano」のローマ字ですね。それで入ってもらったら、もうそこから連絡がつくようになりますので、全然。ということですよ。まあググってもらったらホームページも出てますんでね。出てる。マイケル富岡で検索しても出てくるかもしれない。出てくるかもしれないですね。なので、そうですね。出てくるかもしれない。まあ難しかったらね、私の方にご連絡いただければすぐにおつなぎしますし、またね、一緒にまあ勉強会といいますか、そこまで堅苦しくなくてもね、体験会とかしてみたいですね。してみたいですね。今日は広島でね、たまたまお客様の風水鑑定があったから。はい。ちょうど久保先生のお寄りするチャンス、本当ね、急に偶然になんですよ。偶然で、私もこうね、この時間ちょっと本当たまたま1時間前後なんとかなるなと思ったんで、ちょっとお願いしたわけなんですけども、午前中は町内会のね、廃品回収やってましてで、午後からはまた病院に行きますんでね、おかげさまで明日退院できます。退院でね、赤ちゃんにね、今日もしかしたらちょっと私もそうですね、ずっとね、この明日にはこのベッド寝てますからね。もう本当おめでたい話でね、嬉しい限りですね。いやいや、いろいろとお話しさせてもらいましたけども、じゃあ今後のスケジュールっていうのは決まってる部分とか、お伝えしてもいい部分とかってありますか？ね、ちょっと年を明けたらまあ風水学びたい人も多いんですよ。風水鑑定は続けて私どんどんやっていくんですけれどもね、スケジュール的には風水学びたい人が風水をちょっと自分でも使ったりとかできる人を育てる講座を今度やってみようかと。僕はちょっと個人的にはちょろちょろとはやってたんですが、じゃあ本格的に大々的にね、ご興味ある人がすごくあるので、でそれはね、今まで風水やってたってまあ鑑定までちょっといけなかったという人もいるじゃないですか。そんなコツも全部教えるし、でこれからデビューするにあたってどうプロモーションしていって自分を見せ方ですね、はい、それも一緒にその講座で入れちゃうんですよ。なるほど。だからまあ売り出しまでできるまで完結させて、はいはい、ちょっと講座作りをね、面白いリクエストが多いのでやろうかなっていう今仕組み作りをやってるのと、はい、とあとはね店舗ですね。お店店舗の内装をやって、うん、結構これがもう好評なんですよ。はい、うん、で六本木の会員制の焼肉屋さんやったのがもうオープン前からそのオープン前のちょっと予約のね、はい、プレオープンのでもうそれ4日間やっただけで全部満席になっちゃったんですよ。だそうですよ。六本木の星野さんの東京ですよ。星野さんのとこですよ。そう六本木の、ね、六本木の、うん、リンクというリンクさんっていうね、はい、なんていうのリンって言ったら凛としてっていうリンクでしょに宮って書いて、うん、あすごいいい名前ですね。またねサイトまた置いときますけど、ね、なるほど。でむちゃくちゃ美味しい焼肉店で、普段会員制だから会員にならないと入れないんですけど、11月はまだ半額でオープン記念をやってるんですけども、ほぼほぼもう満席が今続いてるので、まあ私の紹介って言ってもらったらスッとなんかあるかもしれないとスッと行けるし、で1回行ったら次の行く時のね割引のでっかいクーポン券が今もらえるんですよ。いいですね、うん、東京にお住まいの方、いや東京に行ける方は皆さんね、うん、リンクさんでちょっとね調べてみていただきたいと思います。そう六本木のね、はい、うん、会員制焼肉、うん、リンクでね行かれる際は天野千恵里さんの紹介ですからねってはっきり言ってくださいね。恥ずかしがらなくていいですよ。そうでちょっと11月はもうねなんせ半額半額やってくれる、はい、そうです。うん、まああと紹介あったらなんかいっぱいあるかな、はい、なるほど、うん、じゃあリンクさんも多くのお客さんをお迎えできてよかった。お客さんも美味しいところをものすごく親切な価格で提供されてよかった。もうみんな運気良くなりますね。で、そこの焼肉店は結局もう全部風水でやっちゃってるから、すっごい機運が高いんですよ。ザ・風水店舗。空間で。うん。でもね、なんかそれで、まだあとセルフエステさんとかね、エステとかも、ずっともうこれから店舗が増えてくるのも全部私やってるんですけれども、でだから内装店舗内装ね、はい、内装風水の方で、うん、来年はもっとバッと全国的に広げていく予定ですから、もう運のいい儲かるお店をじゃんじゃん作ろうと。もう日本中運気が良くなっちゃいますよ、消費税もなくなるかもしれないですよこれは。なくなりゃいいんだけど10% ものにしないぐらい運気を良くすればいいってことですよねこうなったら、うん、でもね消費税運のどころじゃない分稼いだ方がいいんですよ。まあそれもそうですよね。しょうがないんだからしょうがないだからもうどんどん皆さん稼いでください、はい、稼ぐお手伝いは私は運良くなるようにさせていただく、はい、ということで、ね、まあそれがちょっと当面の、うん、はい。じゃあ、あれですね、うん、2020年を最高のスタートで迎えたい方は、うん、まずは自分の運気をね、チェックしてもらって、そうですね、で、それに対してどうすればいいのかっていう深いところはね、また個別でやったりとか、あと来年から始まるスクーリングとかで学んでいただければいいのかなと思うんですよね。うん、まあ、あと人数が集まれば、セミナーですね。もう1月から私ずっと入ってるんですけど、それにいろんなところ出向いていって、うん、そこでちょっと風水のね、はい、こととか運のことのお話をさせていただく機会はいただいてるので、まあまたあればそういうのを。そうですね、募集があったらすぐにね申し込んだ方がいいですよ。前回京都で私ねやらせてもらった時ってすぐに埋まりましたんで、はい、会場狭かったんじゃないかぐらいなやる前は広かったんじゃないかなと思ったんですけど、やってみたら狭かったんじゃないかみたいな、ぐっといっぱいになっちゃいますね。20人30人すぐ集まっちゃうんでね、でなるべく少ない人数でやると濃くやっていけるんですけども、こればっかりはね希望者が多かったらしょうがないですから、そうですね、早めにお申し込みしていただいて席を確保していただきたいかなと思います。とかどっかで催しを作っていただいたらいいです、うん、おおいいですね、うん、そしたら私が手を置く。ああ、じゃあどっかでコミュニティ作って来てくださいってやるとね、なんか相談してくれるかもしれないですね。そうですね、予定を合わせて、はい、あっちこっちでやっていきましょう。はい、そうですね、みんなで運をはい上げていきましょう。これからもよろしくお願いします。これからもよろしくお願いいたします。じゃあちょっと30分ほどの放送になりましたけども、ご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございました。またたびたびねこうやって放送したいと思いますし、ちょっとまあ広島と京都なんで一緒にできる機会って少ないと思いますけども、それもちょっと工夫してね、なんかライブ放送でやるとかね、なんか協力してやっていければいいなと思います。そうですね。はい。どうも。はい、ではありがとうございました。ありがとうございます。またご覧ください。失礼します。